どうしたもんかな。おはよう。あ、おはよう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 。おはよう。どうしたの、遠くから聞こえたけど。いやさ、うん、今の欲しいカードがあるんだけどさ、うん、お金なくてさ、うん、あ、そうなんだ。今日お母さんに言おうかなーなんて思っててさ。あ、まあでもお金ないんだったら自分でバイトするとかね。いやでも結構高い、1万するカードだからな。あ、そうだ、タナベッチ、聞いて。何？タナベッチがこの前おすすめしてくれた、うん、あの怪獣8号、はい、アニメで見て。おすすめしたっけな、うん、え、超ハマっちゃったの、リーヌ。あー、リーヌハマりそうだね、ね、超面白い。わかりやすいもんな。面白くて、なんかもう全部見ちゃった。全部全部見たの、うん、漫画超ハマっちゃって、漫画めっちゃハマってんじゃん、序盤でいいのに。めっちゃハマったよ。あ、そう。超面白いもん。なんかでもリーヌはあの中で一番キコルが好き。え、忍び、うん、なんか自分となんか重ねるって言い方あれだけど、なんか似てるなって思っちゃった。なんかそのなんかその感じ、性格の感じとか似てるかな。すごいなんか似てるなと思って。忍びは興味ない。でもそうなんか感情移入とかもしちゃったりして。感情移入。超面白かった。ああ、そうか。え、だからなんかまた他にさ、おすすめのアニメあったらさ、リーヌに教えて。え？うん。アニメ？うん、漫画。うん。なんかある？あ、これリーヌ見てる気ねえべ。これ一番おすすめ今。何？何教えて。ボボボボボボボ。ボボボボボボボ。ジャンプでやったら鼻毛神剣。鼻毛神剣。うん、ビューティー。これボボボボボボボおすすめだな。鼻毛神剣、鼻毛を使って敵と戦うの。でもギャグだけど、ギャグだけじゃない、ちゃんとバトルもあるし、これ面白い。ボボボボボボボ、鼻毛神剣、そう、これおすすめ。鼻毛神剣、鼻毛、鼻、わかんないか。あ、いや、あの、わかるようでわかんないというか、鼻毛神剣。ボボボボボボボ。いや、そう、あ、じゃあちょっと今度見てみようかな、ボボボ。いや、まあ、今度ってか今すぐ見た方がいいけどね。え？鼻毛神剣は今すぐ見た方がいいかも。あ、今すぐ、あ、ちょっとじゃあ見ようか。いや、今すぐ。今すぐは、だってほら、だって。え？ああ、あれ見たよ、最近。え？ワンピース。うん。あの、で、あの、ウィスキーピックあるじゃん。ああ、はいはいはい。で、あの、ミスターファイブ。ああ、あいつね。鼻くそ。はい、ノーズファンシーキャノンね。うん、鼻くそ。空想法と書いてな。そう、鼻くそ、あれ、超。あ、そう。超汚くない？いや、まあ確かにな。でも、結構。汚いよね。汚い。鼻くそ汚いよね。汚い。地元の友達にさ、うん、ノーズファンシーキャノンとか言ってさ、鼻くそ飛ばしてくれって言ったんだよ。めっちゃ汚いって。めっちゃ汚い。よく人前で鼻くそとか出せんなと思ってさ。いや、汚かったな。いや、もう本当はありえないよね、鼻くそ。いや、さすがにな。いや、ちょっと人前で鼻くそとかな、そういうのはないだろ。汚いよね。汚い、汚い。だってそれはいくらボム打ってたってさ、鼻くそ汚いだろ。勘弁してよ、鼻くそ汚い当たり前じゃん。それよりもまっすぐね、鼻毛神経ボボボボボボボ読んでほしいところだけどね。ちょっと、あ、あれだね、いいね。ちょっと、おトイレ行ってくるか。おトイレ、トイレ。トイレ、トイレ。なんで？いや、ほら、やっぱ、身だしなみというかさ、今、なかなかトイレがさ、あれらしいよ。今日はトイレが工事とかになるから、うん、今、トイレ行った方がいい。あ、いや、田辺っち行った方がいいよ。あ、私はさっきしてきたから大丈夫。あ、いや、一回出した方、なんかちょっと辛そう。あ、めっちゃ出したよ。あ、いや、ごめん。ブリブリしちゃったけど。リーヌはもう大丈夫だから、タナベッチがトイレ行って、うん、行った方がいいと思う。最近便秘気味じゃない？タナベッチもじゃないな、こんなこと。いや、私はさっき、ごめん、私はさっきブリブリしてきたから。行った方がいいよ、トイレ行って、ちゃんとその、なんだろう、手ね、洗って、なんかその、もう最近ほら、ね、ほら、病気とかも流行ってるから、病気？手洗って、なんか、うん、した方がいいと思う。いや、でも鏡というか、そうね。いや、なんか、うん、なんか、すごい。なんか、鼻が出てきたね。鼻が。タナベッチも鼻出てきたよ。いや、私はどうでもいいの、ね、私は。どうでもよくない。タナベッチ、自分を、なんか、そう、下に見ないで。鼻が、違う。あの、鼻、うん、鼻が、さっしばりやばい。あの、なんていうの、だから、あのね、鼻、とにかく、お花のようだ、あなたは。タナベッチも、鼻が、うん、あって、私はいいんだって。どう
おはようございます。おはよう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 やばい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 。なんすかなんすかなんすか。タナベッチ見て、タナベッチ見て。え、た、ま、ま、は、は、はい。は、は、花、花、花。はい。出てる。え、あ、え、あ。鼻くそ出てる。あの、え、あ、リ、リンさん、え、気づいてないんですか。え、気づいてない本人まだ。まだ気づいてない。気づいてないから、どうしようかな。リンさんは気づいてないんですか。リンは気づいてるよ。あ、気づいてない。だ、気づいてるから言ってんじゃん。鼻くそ出てるって。はい、で、やばいよ。指摘。指摘、ど、し、言った、言ってよ。あ、もうできないですよね。気まずいですよね。できないよ。できるわけないじゃん。こういうの気まずいですよね。これめっちゃ今それ味わってます。でしょ？いやー、気まずい。気まずいよね。どうしたらいいのかな、ちょっと。難しいよ、どうしたらいいの、これ。はい、はい、はい。ベジューや。たはい、はい。やばいよな。田辺さん。気づいてないんすか。気づいてないんだよ。いや、田辺さん、田辺さんもめっちゃさ、こっちはさ、いろんなヒント出してんのにさ、あ、気まじい。鼻毛ボボボボボボボとかさ、鼻毛神経とかさ、うまいこと言ってんのよ。気まじい。最近鼻が出てきたとかさ、出したらさ、なんかミスターファイブだ、最近ウイスキーピーク見ただ、さ、わけわかんない話振られてさ、ノーズファンシーキャノンとかさ、すごいなんか、せめぎ合いしてたんだ。せやす。攻防してたんだ。感悪すぎるな。うわ、気まずい。気まずいよ。俺からは言えねえよ。いやどうしても、私がさ、あらゆる手段でさ、伝えようとしてもさ、はい、お手洗い行けっつってるけどさ、トイレ行かねえんだよ。ダブルでくれことあるんだ。ちょっと、なんとかしてくれよ。俺が、いいこと、いいこと思いついてから。あー、なんか最近さ、はい。花粉すごくない？花粉すごいっすよね。すごいよね、花粉。花粉。あ、もう、鼻がもう、鼻がもう、鼻がもう、そうそう、鼻がもう、待って、じゃ、タラメッチ鼻、すごい鼻声になってるよ。違う鼻声になってるから、一回鼻噛んだらすごいね、あの楽になると思う。鼻声だからすごい鼻声だよ。だから一回そのカバーにしてこう入れて、ねね、出したら、まあ、みんなでやりましょう。じゃあみんなでみんなで、いやタラメッチだけでいいよ。タラメッチだけ、だって鼻声すごいからやったらもう全然気づかないんだけど。いいね全然気づかないんだけど。近く来ないで。近く来ないで。なんで気づかないの？近く、なんで気づかないの？鼻をやればいいって言ってるじゃん。それだけなの、話しちゃう。なのに、なんで。近くに来ないで。ちょっと別所かよ。近くに来ないで。ちょっとアシストどうなってんの？やればいいだけじゃん。みんなでとかさ。ね、みんなでやればいいじゃん。みんなでやらせればいいじゃん。やだ。ちょっとうまいことやってよ。うまいことやりたいよ、俺だって。どうしよう。鼻が言ってよ。リンさん、やっぱ言った方がいいですか、これ本人のためにこういう場合って。言った方がいい。その時は恥ずかしくても、うん、ちゃんと直接言った方が。だってさ、この後さ、はい、自分がそっと気づかないで言わないままで、そうですね、他の人にさ、恥かくのは田辺っちじゃん。そうですよね、そうですよね。なら、本人のためを思って言った方がいい。直接言わないと気づかないですもんね。気づかない。わかりました。直接言った方がいい。リンさんそう思うんですね。絶対そう思う。わかりました、うん。はい。大丈夫。戻ってください。なんでこれ聞こえてないですか？はい。いやどうしたもんかよ、はい、田辺さんこれってやっぱ本人に直接言った方がいいですか。当たり前だよ。でも直接、はい、もうこうなったら言うしかねえよな。じゃあ気づかないですもんね。気づかない。それが本人のためですもんね。そう、恥ずかしい思いしたな。わかりました、戻ってください。汚い者と。はい、わかりました。うーし、じゃあね、ちょっと僕気づいたことというか言いたいことがあるんですけど。うん、どうした、うん、何どうしたの。すいませんね、ちょっと。え、何？リーヌさん、うん、鼻毛出てます。田辺さん、鼻くそ出てます。あ、リーヌは鼻毛出てる。あ、いや田辺っちは鼻くそ出てるよ。はいはい、そうです。だからそうです、うん、そうですよね、そうですよね。だからリーヌさん、鼻毛出てます。そうです。田辺さん、鼻くそ出てます。うん、
運じゃなくて、なんかカメラとか見て今確認して。いや、ダマビッチだよ、出てるの。出てますから見てください、カメラで。自分の見て、自分の。どうしてこういうのを放っておいたの。なんで乙女なんだよ、なあ。だ、なんかしっぽりと持ってきた、しっぽりと。あー、すいませんね、ちょっとなんか、はい。でももう言わないともうどうしようもなかったんで。あ、すっきりしましたね、はい、よかったよかった。別所くんってさ、はい、モラルないって言われない？はいはいはい。ちょっとのんでりだね。はい。いや、だって直接言った方がいいって言ったじゃないですか。いやねえ、直接だって直接言った方がいい、本人のためとか言ってたじゃないですか。私は言えないから言ってって。さ、なんかさ、二人きりになった時に隅っこでちょっとあれですよとか、なんかもっと個別で LINE するとかさ、なんかずるいぜ。ジェントルを感じないよ、ね、ずるいぜ。ノンジェントルだよね。なあ、ずるいぜ。すっきりした顔してる。なんでこうやって人がいる時に言えるんだろうってちょっと思っちゃいました。なんかそういうの楽しい、そういうの面白いなって思う。いや、泣き分。女性に対して、あの塾までだよ、うん、そういうので言わなきゃよかったじゃん、もうこんなん出ちゃってるよね。女性に対して普段どういうずるいぜ、目上の人に対しても、ね、そりゃないよ、言とかないよ。目上の人になんかそれあったらやっぱね、こうなんか人前で言うのは違う。まあまあいいよ、鼻から無視してきゃよかったわ、こんなことなら。まあまあ、気をつけて。嫌な感じ、うん、先輩から言っとく、気をつけて。こっちから言うよ、鼻毛あんなになるまで放置すんな。まあ、まあ、それは普通に気もいいかな。それでいいのは鼻くそもだぞ。ただ鼻毛は伸びすぎてるけど、鼻くそ、鼻毛は伸びすぎてるけど、あんなでかい鼻くそ初めて見た。まあいいや、もう意外にして。ええ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 はい、終わり。手打ちにしますもん。ね、怪獣8号が超面白かったんだよ。ね、怪獣ちょっと序盤だけだよな。かかっちゃうな。見たら続き気になっちゃう、本当に。そうだ、それ3話までなんだけど。魔法カード発動、強制チャンネル登録。ライフポイントを4000払い、チャンネル登録をさせる。1345678911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 1